どうもこんにちは、元です。皆さん左上見てください。初めて覇王行きました。いやーもうね、降格の危機ですが、それでもですね、僕が覇王を行ったのは初めてで、いやー目標またリーグね達成しましたと。で、最初の目標としましては覇王に行くことと、まあリアタイ、5連勝と、本当にまだチャンネル登録が、そうですね、その頃は10名とかだったと思うので、まずは15名とか20名目指してやってたっていう時でしたね。で、リアタイの方も、5連勝は達成して、今頑張って7連勝を目指してると。で、リーグ覇王と、まあ、あとはチャンネル登録100を目指してるということで、2つ目の、リーグ覇王行けることができました。ありがとうございます。いや嬉しいですね、やっぱりね。はい。でですね、今日はですね、あの西口選手を使っていきたいなと思います。西口選手ですね、極みにしてきました。でスピリッツ4戦で、9位から78、66、83と、ストレートでスライダーがマックスで、チェンジアップでスライダー2種ですね、変化量が3のスライダーとフォークで、選抜中継ぎ抑えが、できると。いやいいっすね。ちなみに奪三振、キレ、タイピンチ、特殊能力も全部、レベル5にしてきましたと。ちょっと阪神の選手ではないんですが、まあちょっとね、西口選手使ってみたいなということで、極みにしてきましたので、今回は西口選手使ってみた、やっていきたいと思います。それでは行きましょう、どうぞ。お、相手達人良い、5割近いのでいいですね。行きましょう。主にピッチング主体で行きたいと思います。さあ西口選手初めて使いますね、やっていきましょう。よろしくお願いします。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。もう正直使い方よくわからないので、もうとりあえずスライダーとか、ストレートとかもね投げていきながら、ちょっとどういった球が通用するのかとか、ちょっと探っていきましょうかね。ボールになります。ボール先行です。案外西口選手ちょっとね、コントロールの方が、まあ、ベストピッチ出せば、やばい。はい、早速やっちゃいました。ちょっとね、本当にもうピッチング最近ミスが多すぎて、いやちょっと本当に申し訳ないんですけど、よくミスったらすいません。あとベストピッチがね、なかなか出ないので、なかなかね参考にはならないかもしれないんですが、それでももし抑えれたらね、それでも通用するっていうことになるので、よし。なのでちょっとね、探りながらやっていきたいと思います。ワンアウトになっています。で、僕の動画を見てですね、あの西口選手こういう風に使った方がいいよとか、もっとこういう風に配球してとか、どんどん教えてください。よし。いや、 やっぱりね、どんどんあの配球の方とかも練習していきながら、どうにか、強い相手にねどんどん勝っていきまたミスった。うわー、もう本当にすいませんね、勝っていきたいと思いますので、皆さんコメントの方もどしどしお越しください。よろしくお願いします。ちなみにこのストレートが結構初球いいんじゃないかなってなんとなく分かってきましたね。で、今タイピンチ出てるので、よし、結構やっぱえぐいっすね、どれぐらい曲がるのかっていうのも。ちょっとフォークも、まあ、打たないとは思うんですが、投げていくと。このスライダーが、ああ結構やっぱ曲がりますね。さあこっからのやっぱ甘すぎですね、これは甘すぎましたね。はい、よし、ありがとう、ナイス守備。いやミスなければな。はい、打線全く打てずに、完封負けですね。はい、次の試合いきましょう。はい、じゃあ2試合目やっていきましょう。よろしくお願いします。相手はだいたい3割ぐらいの方でしたね、僕と一緒ぐらいの
打率ですね。イサで皆さんやっぱり最初一番はイチローなんですかね。そうですね。ちょっと僕もそろそろ12球団もう一回使おうかな。最近ねちょっと阪神純正をずっと連発でやってるので、よし、やっぱりこのストレート強いですね。ちょっとたまにはね気分転換で12球団やっていこうかな。いやただね、でも阪神純正でこのランク戦の終わるまでちょっと、まあ、やっていきたいっていうのもあるので、まあ終わってからで行こうかな。ちょっと西口選手使ってみたはやってるんですが、まあほぼ阪神純正なのでそこは許してくださいと。さあ3割台の方に通用するのか、まあ、ストレートやっぱ狙われたらやっぱ打たれますねと。ワンアウトランナー一塁です。打席には3番バッター柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。よし、ナイスピッチング。はい、ナイスゲッツ。いや強いですね。うん、やっぱりなかなかこっからのスライダーは、ああナイス、ナイス、ありがとうございます。さあ次行きましょう。さあ、2点取ってきましたので、西口選手の初勝利目指してやっていきましょう。とりあえずまずはフォークで、ここからスライダー攻めでいきましょう。結構低めで今勝負してるんですけど、高めとかも投げた方がいいんですかね。結構相手狙い球絞れてないような感じなので、よし、ここでストレートどうだ、甘いか、よっしゃいいっすね。やっぱストライダー狙ってましたね。さあまたストレート、ここの低め、よしよしよし、振り遅れてますね。ナイスストレート。さあさっきちょっとね投げれなかったので、こっからのスライダーであんまり入らないようぐらいで、よし、ナイスピッチング。よし、さあ第3試合やっていきましょう。はい、第3試合やっていきましょう。相手大体4割ぐらいの方ですね。よろしくお願いします。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ通用するのかと。どちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。変わらずここからのストレート、ね、この辺りがどういうきっかけで生まれてくるのか。はい、案外やっぱりね初球ストレートの入りいいんじゃないかなと思います。よしよしよし、さあスムーズですね。ギヒタ全出し怖えな。さあ行きましょう。西口、まずは先頭バッターを打ち取っています。やっぱちょっとコントロールがね、うん、ベストピッチ出せば、よし、いいんですけど、ちょっとコントロールがやっぱ怖いですね。バッターボックス金本。さあいつものストレート、この回の西口4球。ああナイスバッティング、さすが兄貴。こうやって流し打ちできるようになりたいですね。いやー、そして落合さん怖い。はい、またミスりました。はい、ありがとうございます。ナイスホームラン。もうこのミスもったいない。もうしょうがない、気を取り直して、村上選手を抑えていきましょう。ちょっと高めにも投げます。いやー、ポテンヒット、ナイス。さあちょっと抑えていきたい。6番ビシエド、ヒットでランナーを一塁に置いています。いいっすね、ナイスボール。最初は変化球持ってきました。ストライクです。よし、相手見えてないんじゃないかな。見えてるかな。いやー、よし、さあ攻撃返しますよ。で2アウトになっています。うーん、まあ、簡単に打ってしまいましたね。2球目打ちました。伸びる、ライト線を深々と破るヒットになりました。ランナーでは、なるほど、そうですよね。センターへ持っていった、入れば同点。センターによく、さあ簡単には終わらないですよ。同点にしてきました。さあここを抑えていきましょう。さあここからのスライダー、タイガース同点で迎える最後です。いやー、やっぱ打たれるか。そっからのスライダーやっぱダメだな。
先頭バッター、ちょっとやっぱり外角に行くような感じのスライダーの方がいいのかな。ちょっともう一回、いや打たないか、もう見えてるかな、ストレート。なるほど、さあそういった配球で、うわ入らない、やべ、ベストチップ、あ、ベストピッチもね、よし来い。3球目は何か、よしよしよし、相手見てきてるのかな、見えてはないのかな、どうだ、いやどうかね、めっちゃストレート、あやっぱね相手ちょっと見えてるのか待ってるのか、よし見えてないかな、さあちょっと頑張っていこう。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負い、バッターボックスには代打のカブレラ。いや小宮山さん、ここは意地を見せてもらいたいですよね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。ジャストミート、ライナー抑えてアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。打順は1番に返ります、バッター坂本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ふわふわっと上がった、抑えてスリーアウト、一塁アウト。さあ、打撃打てずと延長戦頑張っていきましょう。相手本気出すと、さあ来い、やっていくぞ、続くバッターは絶対勝つ。そしてギータ怖い。タイガース同点で迎える最後です。初球は何で来るか。さあ延長戦を制していきたい。低めを打たすところにしたいですね。なるほど、そうですか。いやちょっとね今のはもうダメだ、ダメだ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。いや入らない。やべえ狙われる。どうしよう。という配球です。曲がらないスライダー。よし、インコースに切れ込む変化球狙ってるかな、いけ、球目は何か、よし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 、ワンアウト、一塁アウト。さあ抑えていこう、ランナー三塁二塁です。兄貴、さあそしてバッターボックスには金本が入っています。ここのストレートはバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、ピンチです。ないな、この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。いや甘い甘い、兄貴ナイスヒットだな、甘いな今のは。ホームに帰ってきました。わあ落合さん怖え。よいしょ、だーそうやべえ3点取られた、変えたいけど変えれない、抑えてくれ西口さん頑張れ。ここでちょっとチェンジアップどう、よしよし頭にないでしょう。さあストレート入らない、いや抑えたい、ここでここで止めたい、よし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 、さあ2アウト、さあ抑えたい、ストレート、いつもの原点、よし原点、さあ勝ちたい、取るよ。いや最後西口選手ちょっと勝ち投手にして終わりたいな。お中川選手か、中川選手だったらいけるかな、まだマシかも。ツーシーム狙い、まあ向こうは警察を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。さあこの打席のポイントになりそうですね。何でくる、いやナイスボール、まあ、次はボール気味に来るでしょうね、外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。よしよしよし見えてる見えてる、なるほどそうですか、あーやった、あーキラ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 キ、よし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 、満塁満塁満塁、さあこっちの兄貴もあるよ、
こっちの兄貴も忘れずに。うわやべえな、曲がってくるな、曲がってくるよ。なるほど、そうですね、危ねえ。さてバッターの金本、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは。あ、やった、あやった、危ねえ。さあもうバス、バスバスしかいない。犠牲フライでは物足りないですね。さあ見てるよ、もうツーシーム狙いで行くしかないな、これ。もうそこは捨てる、もうツーシーム狙い。力のあるボールです。151キロ、危ねえ、ね、手出そうだった。さあツーシーム狙い、もうツーシーム、危ねえ、手出そう。審判の手は上がらない。さあ押し出しでもいいよ、に外れています。来た、はいツーシーム、やっぱツーシーム、ありがとうございました。さよなら、最後はバス、西部戦勝利。さよならホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです、タイガース。はい、西口選手使ってみた、どうでしたか。最後ですね、延長行って相手にね、打たれた時はいやもう無理だなと思ったんですが、やっぱりバース、いやもう西口選手使ってみたなんですが、バース最強でしたね、はい。まあですね、やっぱり西口選手ちょっと初めて使ったので配球ってどうやればいいのかちょっと分かんなかったんですが、まあなんとなく投げてても、まあ最後はちょっと打たれちゃったんですが、やっぱね抑えることができるので、はい、やっぱり強い選手だなと思いました。またですね、まあ選抜というよりは西口選手中継ぎの方がいいのかな、やっぱタイピンチが発動して、変化量が上がった方がやっぱり相手が打ちにくいので、ちょっと今のところは僕の12球団で、選抜か中継ぎかで、ちょっと迷いながら、入れていきたいなと思っております。はい、いやまあでもね、あの西口選手使ってみてちょっと面白かったですね。またですね皆さん、あのチャンネル登録が今77人ですかね、ということでありがとうございます。今年の目標まであと23人ですか。いや皆さん、もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もどしどしよろしくお願いします。はい、ですね、また次はですね、あのドリームキャラバンで集めた契約書たちを開封とか、そういったのもやっていきたいなと思いますので、また、動画楽しみに待っていてください。それではまた、今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。またねー。